公有地条例の軍区と外区の概念図1785年の公有地条例は1785年5月20日にアメリカ合衆国の連合会議で採択された法律である連合規約で規定され1781年に発足した連合会議は合衆国の住民に直接課税して歳入を上げる権限を持たなかったこの条例の目的は アメリカ独立戦争の結果として、イギリスから得た、まだ地図もできていない西方の広大な領土を売却して現金を得ることであった。この条例は、新しい領土の政治的な組織化の規定も含んでいた。これに先立つ1784年の条例では、アパラチア山脈の西、オハイオ川の北、ミシシッピ川の東の土地を10の国に分けることを規定していた。しかしこの条例では、 どのようにすればその領土が国になり、国に昇格する前は、どのように収めまた開拓するかを規定していなかった。1785年の公有地条例は、1787年の北西部条例とともに、これら政治的必要性を満たすことが意図されたものである。この条例は、1862年の ホームステッド法ができるまでアメリカ合衆国の土地政策に関する基本条項を定めていた。特に重要なのは公有地測量システムの基礎を作ったことである。当初の測量はトマス・ハッチンスによって行われた。ハッチンスが1789年に死んだ後は測量局長が測量の責任を持った。土地の測量は一辺が6マイルの正方形の軍区を元に 体系的に行われた。一つの軍区は一辺が1マイル、がって面積が1平方マイルの外区に分けられ、一軍区の中に36の外区があることになった。この外区が開拓者や土地等機関に売却される際の単位であり、さらに細分されることもあった。この条例は公的な教育施設を備える仕組みを作ったことでも重要である。各軍区のうち、渦の第16外区は、 公的教育施設のために取って置かれた。現在の多くの学校が各軍区の第16外区に位置している。ただし、その外区の中の土地も教育資金を得るために売却された。理論的には、第8、第11、第26及び第29外区を連邦政府が独立戦争に従軍した兵士への保障のために取っておいたが、オハイオ州の実際を見分してみると、 必ずしもそのようにはなっていない。1785年の測量を開始地点は、オハイオ州、ペンシルベニア州、バージニア州の宗教が開始、オハイオ側の北岸、イーストリバプールの近くであった。この地点のすぐ北側、オハイオ州道30号線とペンシルベニア州道68号線が交差するところに歴史名番がある。ありがとうございます。